天竜浜名湖鉄道は来月1日から運賃の値上げを実施すると発表しました。今回の運賃の値上げにより、これまで200円だった天浜線の初乗り運賃は220円に改定、すべての区間を 10% 値上げし、通勤定期は 10%、 通学定期は 5% 引き上げるとしています。また新たに1年分の通学定期券のサービスを開始し、価格は現行の半年定期の2倍程度に据え置くということです。天竜浜名湖鉄道はこの改定により、老朽化が進む鉄道施設や設備の補修をするほか、計画的な車両更新を実施するとしています。